AC-130 フレアを放出する AC-130H スペクター AC-130 はロッキードマーティン C-130 ハーキュリーズ輸送機に重火器を搭載できるように改造した対地専用攻撃機である。ガンシッププロジェクト2に基づいてロッキード C-130 ハーキュリーズに武装を施した機体である。 初期型の AC-130A は AC-119 同様 M1347.62mm ミニガン4丁と M6120mm バルカン4門を装備していたが QK32 や FIM-92 スティンガーなどの携帯式地対空ミサイルの発達と普及に伴い長射程耐火力のボフォース L6040mm 機関砲や 1> m 1 0 0リ0 5 m m 榴弾砲が追加され、AC-47 や AC-119 とは、桁違いの重武装と大火力を有するようになった。武装は、機体左側面に装備され、目標を中心に左旋回しながら攻撃する。これは、左側に座る機長が目標を視認しやすいためである。元となった機体が、輸送機なので大量の弾薬を搭載でき、 長時間にわたっての射撃が可能になっている。制空権を獲得できるだけの航空兵力を有するアメリカのみ保有しており、敵の地上部隊やその支援部隊に対して強力かつ精密な攻撃を行う。味方の地上部隊から支援要請を受けて攻撃を実施するための通信機器、敵の正確な位置を把握するための赤外線センサやレーダー即興、 そして、それらの情報をもとにして、精密射撃を行うための火器完成コンピュータなどを搭載している。同期は空軍特殊作戦コマンドでのみ運用されている。AC-130A スペクターが、ベトナム戦争に投入された以外でも、クレナダ侵攻やパナマ進行、湾岸ンン戦争、ボスニアヘルゼゴビナ紛争、ソマリア内戦、コソボ紛争、アフガン侵攻、 イラク戦争、ソマリア内戦、リビア内戦にも投入されている。アメリカ空軍では現存の AC-130U の近代化改修案として、25mm ガトリング砲と 40mm 機関砲を2門のブッシュマスター 230mm チェーンガンに 105mm 榴弾砲を5層式の 120mm 迫撃砲に換装する、ほか、 スタンドオフ攻撃能力を与えるために、エイジム -114 ヘルファイア対戦車ミサイルと、ハイドラ70ロケット弾の運用能力を付与する計画が存在していたが、キャンセルされた。後に、精密な近接航空支援に特化した、改修案、AC-130J が発表され、前述のスタンドオフ攻撃能力として、精密爆弾やミサイルを搭載し、 代わりに固定武装を、ブッシュマスター 230mm 機関砲一門に削減している。2015年5月16日に、最後の AC-130H、AH、スペクターガンシップである、第27特殊作戦航空団、第16特殊作戦飛行隊所属、エクスカリバー69から6569号機が退役した。なお、 AC-130U スプーキーは2019年に退役し、AC-130W スティンガーに及び、前述の長胴型最新機 AC-130、ゴ号ストライダーの2機種を運用している。アメリカ空軍 a c 1 3 0 u ンメ面図 AC-130、基本性能 M61 バルカンにも AC-130、 エイジの 40mm 機関砲と 105mm 榴弾砲、ボホース 40mm 機関砲弾を装填中の乗組員。右側に映る人物は退役軍人であり、俳優のアールリーアーメイ。ありがとうございます。